3、4、おもろい家族パート2。この時間は関西はゆったり、阪急フェリーと F コープ生活協同組合、久留米の不動産会社若菜エステートの提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグ、そしてオアシスコーヒーのラスク、コーヒーとスイーツがセットになったコーヒーブレイクが非常に豊かになるセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はこの時間こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。はい、30代の男性の方ですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。私は4月に転勤で福岡にやってきました。うん、以来仕事中はいつも営業車の中でモーニングジャムを楽しんでおります。ありがとうございます。ところで先日の出勤の時のバスの中での話、前の晩3人いる我が家の子供のうち一番上の4歳の娘が幼稚園から何かもらってきたのか急に熱を出して、うんうんうなされている娘の世話で神さんも私も寝たか寝てないのかよくわからないような感じでした。それでも無情にも朝はやってきて、出勤しなければならないわけで、ぼーっとする頭で支度して家を出て通勤のバスの中に乗り込んだんです。いつも満員のバスは今日も変わらず、いつもだったらバスの中は綺麗な女性を探したりする心の余裕なんかもどんな余裕ですか。いやいやいや、まあまあまあ、あのちょっとしたお楽しみですよ。あそこに美人が乗っているなぐらいは別に悪いことではないでしょう。もう許そう許そうっていうか、そりゃね、やっぱそういうこともないことはないですよ。いつもだったらバスの中の綺麗な女性を探したりする心の余裕もその日に限ってなかったんです。そんな中、2つぐらい停留所を過ぎたあたりで目の前の2人掛けの席に座っていたサラリーマンの1人がバスを降りたので閉めたとばかりに稲妻の速さでさっと座り、うん、これまた、すぐに稲妻の速さで眠りに落ちたんです。なるほど。ふと気づくと私は大きく体勢を崩し通路側に頭をはみ出して寝入っておりました。うん、相変わらずバスは超満員、私の降りる停留所はあと一つ先なのでほっとしたのもつかの間、ふと不思議な感覚に気づいたんです。ん？先ほど言った通り通路に頭をはみ出して寝入っていた私、背もたれから外れているにもかかわらず私の頭は何か枕のようなものでしっかりと支えられていたんですとそのままの体勢で天井方向に頭をひねると、そこにはスーツ姿の50代ぐらいの男性が何とも言えない表情で私を見つめておりました目があったんです。男性の何とも言えない表情の理由というのは私が枕代わりにしていた場所にありました。バス後方の二人掛けシートに座った私の頭の位置というのがちょうど通路に立っていた男性の股間と同じ高さあろうことか私は男性の股間部分を枕に居眠りしていたんです私も同じ男性ですから分かりますが、男性の股間というのは非常に複雑な形状をしているため通常枕には適してないと思われます。しかしその時は私の頭が男性の股間にピタッと収まって何の違和感もなく支えてくれていたんです。男性も超満員のバスの中身動きが取れない、朝っぱらから男に股間を枕に使われてさぞや腹が立っていたことでしょう。この場を借りて謝罪させていただきますとともに睡眠の大切さを痛感した出来事でありました何の報告ですか。わからないまだね4月に転勤してきたばっかりでねモーニングジャム初心者ですからそっかまあまあね、あの謝罪なんかももうちょっと一緒につけとこうみたいなところがあったんでしょうけれども、はい、おもろい家族にメッセージいただきました、はい、まあ、こうやってね、あの4月の転勤でやってきてみたいなことで ねきちんと番組にハマってくださる方がいらっしゃるっていうのは我々にとってもですねすごくすごくありがたいことです。嬉しいですね。
さあそれからね、こちらは30代の女性ちささんからいただきました。中地あっちゃんこんにちは。こんにちは。いつも車の中でニヤニヤしながら聞いております。ありがとうございます。昨日の出来事を話さずにはいられなかったのでメールいたしました。何でしょう。我が家の小学3年生の息子、いやー残念な子なんですよねなぜかパンツを2枚履いてることがあったり、この前なんかパジャマの上からパンツ着てて履いててサーティワンのアイス3種類選ばせればチョコミントとチョコミントとチョコミントかわいい抱きしめたい好きだからしょうがないんですよ。そうなんですね他のがもうね、そう目に入らない。そうもうそれでいいんです。チョコミントとチョコミントとチョコミントもう本当言い出したらキリがないぐらいの武勇伝の持ち主なんです。そんな息子、昨日の朝水筒を首からぶら下げて玄関に向かって靴を履こうとしていました。小学校に行くのにランドセルを背負わずにおい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 ちょっと待とうか、なんか忘れてやしないかい。朝から怒りたくなかったので穏やかに息子に語りかけてみると、息子はしばらく考えた後、ああ忘れとったと言ってすごい勢いで2階の自分の部屋に向かって玄関に戻ってきた。その様子が帽子をかぶっただけだったんですあんたね今日遠足？それが完全体？学校に行く完全な姿？ランドセルしょわずに学校に行くやつおるかと怒鳴ってしまいました。ランドセルしょって完全体となった息子は反省した様子もなく、こんな日もあるたいと意気揚々とそんな日ばっかりやろうってあの子大丈夫かいな、独り言のようにつぶやくと、一連の出来事を見ていた小学5年生の娘が、ママの子やけん仕方ないっちゃない、捨てゼリフのようにつぶやき玄関をピシャリと閉めて出ていきました。まあ私もそういう風に娘から映っているのかもしれません。まあ本当大丈夫でしょうか。中地ぜひ大丈夫と言ってくださいその言葉がなければ私もう本当にっていういや大丈夫大丈夫、まあね小学何年生か分かりませんけれども、うん、僕も小学校の低学年の時、うん、ランドセルを忘れて学校に行ったことなんて何回かあったっていう風に母親から聞いておりますし。そうですか。はい、へえ、それが立派な大人になってあのさ、誰が立派な大人だよ大人にはなってるかもしれないけど立派では